YouTube 以外の動画サイトって他の国でもやっぱほぼ負けてるんだよね、デイリーモーションとか。だから YouTube がさ、その Google がバックについていて、異常に動画コストのサーバーコストが安いから、うん、で世界中でやってるから成立しちゃうっていうのと、うん、割とコスト高く戦わなきゃいけないっていう。だからほら、Twitch とかその生放送にして、うん、その有料モデルっていうところにうまく食いついたところは、その要はゲーム実況っていうジャンルとして生きるっていう、うん、ゲーム実況やるんだったら Twitch だよねみたいな、そういうジャンルとしてあるんだけど、そのジャンルを作ってない場合に生き残ってるっていうのは結構稀有で、サービスって技術と愛情に分けられるんですよ。だその Gmail とかって超便利だから使うじゃん、うんうん、別にあの Gmail に愛情を感じる人は少ないんだよね、うんうんうん、で Instagram ってインスタっておしゃれっていうイメージがあるから使いたいわけじゃん、うんうん、ツールとして便利っていうんじゃなくて、インスタの中で流行る私が好きとかっていう、あ、要はインスタを使うことに対しての意味っていうことが発生してるんだよ、ブランドだ、うんうんうん、っていうのが愛情という括りで僕は言ったんだけど、うん、でニコ動ってもともと愛情のサービスだったのね。そうだね。別に YouTube っていうのがもともとあって、あの世界中でも見られるし、で別にそれで動画上げれば金入るじゃんって、うんうん、でニコ動はあの金入るのもあるけど、金入らないものがほとんどあるじゃん。そうすると愛情の方で行くべきなんだけど、うん、今のニコ動ってそのじゃあ5年前と今で比べると、ユーザーのニコ動に対する愛情ロイヤリティは増えてますか減ってますかって話なんだ。そのユーザーがどう思うかなんだよね、ここは。だからその、うん、実際さ、その動画配信サイトが動画サイトなんでさ、うん、何でもいいわけですよ、見たい動画が見れるわ。まあそうだね、ニコ動に対するロイヤリティだったり愛情っていうところで、割と俺ニコ動好きだから課金するわっていう人たちが結構いたと僕は認識しているのね。電車に乗るは便利だから払うけどさ、愛情で金払うやつなんてまずいないわけですよ、うんうん、まあ、たまにいるけどね、まあ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 、